4日間の予選バトルを突破した得点率上位18名による準優勝戦が始まりました。1つ目第10レースのメンバーです。1号艇兵庫の小島和弘、2号艇兵庫の明石正幸、3号艇大阪の森高弘、4号艇長崎の尾崎雄二、5号艇岡山の岸本隆、6号艇三重の星野太郎です。6艇バック側枠なりに並んでいます。小島和弘が1号艇、気力よくオール3連隊キープ。今日の前半1着を挙げました。当地福岡初の優勝をかけて今ゆっくりと1コースへと入ります。2コースは2号艇明石正幸。当地は前回今年の3月優勝しました。連続のファイナルを狙っていきます。2号艇明石。3コース3号艇森高弘は福岡初のファイナルを狙います。4コース4号艇尾崎雄二、後方に引っ張る角線。初下ろし V モーターが相棒。攻めのレースで予選を突破、初の優勝をかけて気合の角線です。5コース5号艇岸本隆、今日の前半戦待望の白星を飾りました。6コースは6号艇星野太郎です。準優勝戦1つ目第10レースインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第10レースインから1号艇小島タップスタートを決めていきました。角から4号艇も出ていく。1号艇小島逃げる。4号艇の尾崎まくってアタック刺す。2号艇の明石、さらには3号艇森が刺して向こう正面。1号艇小島が先頭です。スタートは前提正常でした。先頭1号艇小島が抜けました。2番手は2号艇3号艇5号艇4号艇4艇が接戦。2枠2番手は3号艇森が先行する。2号艇の明石が刺して間を狙った5号艇岸本隆。2番手の接戦は2号手の明石正幸。2号手の明石が前に出ました。3番手は5番と3番が並走です。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップは1号手小島、2番手2号手明石が行く。外を攻めていった3号手の森、懐5号手の岸本、2番手2号手明石優勢ですが、アウトから逃げていった3号手の森隆弘がすぐ後ろにつける。懐には5号手岸本もいます。その後ろへ水がいて4号艇尾崎、6号艇星野。2マークの旋回、2番手2号艇明石の懐5号艇の岸本、さす3号艇の森高弘。2番手は2号艇明石正幸、リードを広げていきました。3番手が3号艇森高弘。上の3艇1、2、3の体系、2艇審査で5号艇岸本です。後続は4号艇尾崎、6号艇星野。最後のバック1号艇小島和弘が抜けていきます。2番手が2号艇明石正幸キープ。3番手は3号艇森高弘です。最後のバック側です。上の3艇は1番、2番、3番の体系です。この1、2、3ならば3連単の図1番人気 7.9 倍。最終ターンマーク1号艇小島がトップ、2番手が2号艇の明石、3番手は3号艇の森高弘。3号艇の森高弘が3番手。第10レースまもなくゴールです。1番ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、以上全艇ゴールインしました。